ールデンブルームシアター連続ラジオドラマカラスの子第5回作阿部聖歌。そのうち僕は人間だったことも忘れて食べることだけを考えるカラスになってしまうんだ。そんなカラスになるくらいなら死んだ方がよかったんだ。小僧、お前がな、人間に戻る方法が一つあるぞ。本当？本当なの？おじさん、僕人間に戻れるんだったら何でもするよ。どうすれば人間に戻れるの？お前に呪文をかけてカラスにしたのは長老だ。だから長老が死ねばお前の呪文も解ける。俺も長老に呪文をかけられてひどい目にあったことがある。お前と同じように何度も死にたいと思ったよ。だからお前の気持ちはよーくわかる。ボスはな、長老に呪文をかけられて鳩にさせられたんだぞ。余計なことは言わんでいい。へい、ボス。いいか、小僧。長老は悪い奴だ。みんなは長老の呪文を恐れ、いやいや長老の命令に従っているのだ。俺はみんなを助けてやりたい。長老に戦いを挑めば、俺の命はなくなるかもしれない。しかしそれでも、俺はみんなのために長老に戦いを挑む。長老を倒せば、お前も人間に戻れる。俺は心の底からお前を人間に戻してやりたいと思っているんだ。我々に協力してくれ。頼む。僕、協力するよ。人間に戻れるんだったら何だってするよ。よく言った。今からお前は我々の仲間だ。いいか、このことは我々だけの秘密だ。他の奴らは長老に不満を持ってはいるが、長老に逆らう勇気のある奴は一人もおらん。いいか、決して口外するなよ。もし我々の計画が長老の耳に入ることにでもなれば、お前は死ぬまでカラスの馬場だということを忘れるな。僕、一つだけお願いがあるんだけど。なんだ、言ってみよう。僕、お腹が空いて。そうか、腹が減ってるんだったな。で、何が食べたいんだ？ハンバーガー。それと、お寿司も食べたいけど。お安いご用だ。はい、ハンバーガーとお寿司だ。え？ハンバーガーと寿司？そんなの無理ですぜ。小僧め、好きな勝手なこと言いやがって、食いたけりゃ自分で都合しろってんだ。それと、僕にはちゃんとマサシっていう名前があるんだ。小僧なんて呼ばないでほしいんだけど。じゃあガキマサってのはどうだ？それがダメなら、本マサなんてのはどうだ？大変！これからはマサシ坊ちゃまだ。いいな、わかったな。まさし坊ちゃまね。ねえ、ボス、本当にハンバーガーと寿司を調達するんですか？冗談ですよね。お前に調達できないものはないだろう。俺はお前を全面的に信頼してるんだ。大変、お前ならできる。できるったって、どうやって調達するのよ。それに、まさし坊ちゃまと言えだ。貨幣は不平を漏らしながら飛び立った。数日後、住宅街のゴミ集積所では、役所の杉山と川田が、カラスを絶滅させるための仕掛けを作っていた。やっと動いてくれる気になっただますね。私が押しかけ、毎日電話をかけた甲斐があっただます。私以外に誰も動こうとしないだますもの、ね。ええ、これで私も安心して会社行けるわ。私も怖くて買い物に行くこともできないし、子供はスズミが飛んできただけで泣くようになっちゃって。この仕掛けはな、俺がカラスに襲われた報復だ。お前らに言われたからやってるわけじゃないわい。杉山さん、聞こえますよ。杉山さんはカラスに同情してたんじゃないんですか？人の気持ちは変わりやすい。だから女房にも逃げられた。奥さんとどういう関係が？皆さん、下危ないからどいといてください。電柱から
電線を持った電気検針員の大垣が降りてきた。大垣さん、その電線どうするんですか？そこの木に電流を流すのよ。そうすれば木に止まったカラスはショック死するでしょ。そんなことをしてもし子供が触ったら大変なことになるじゃないですか。あーた、何を考えてるざますか。バカじゃありませんの、本当に。だから木に注意書きを貼っておくのよ。木に電流が流れてるから注意するようにって。万が一ってこともあるわ。子供がその木に触れたらあなたどうするの。子供は字なんて読めませんよ。そうざます、危険すぎるざます。じゃあ仕方ないわ。何か他の手を考えるわ。皆さん、お待たせしました。小型のプロパンガス缶を担いだガス検診員の若井がやってきた。さあやってやるわよ、カラスども今に見てなさい。あった、そのガス缶で何をする気ざます。決まってるでしょ、カラスどもを焼き殺すのよ。どうやって。それはそれをみんなで考えるのよ。私はただガス缶を持ってきただけ。あった、何の考えもなくそんな重いものを持ってきたざますの。はあ、何もそんな言い方しなくたって。私は少しでも皆さんのお役に立てればいいと思って。そうだそうだ、能書きばかり垂れてないでザマスも少し手伝ったらどうなんだ。うん、何罪書そのお言葉。大体だな、ザマスなんて言葉今は使わねえんだよ。時代錯誤もいいとこだ。杉山さん、今のお言葉聞き捨てにならないザマス。区役所に電話してくるザマス。奥さん、奥さん待ってください。カーダン、ほっとけ。すみません、私のせいで。ああいう女にはガツンと言ってやらないとわからねえんだ。ガスも電気も俺は使わせてもらうよ。人間の一人や二人死ぬかもしれんが、ここに近寄ったカラスは生きては戻れん。俺はそんな仕掛けを作ってやる。ここが成功した暁にはこの仕掛けを普及させ、カラスども一匹残らず退治してやる。杉山は怒りに燃えていた。そして居合わせた皆が一心同体となってカラス絶滅の意欲に燃えた。そしてそれが仕掛け作りに拍車をかけた。同じ頃、伊蔵、多平、正志は商店街の電線に止まり獲物を狙っていた。ボス、気がした気がした。女学生がパンをかじりながら。多平、食べ物を奪うだけじゃなくカラスの恐ろしさを見せつけてやるんだ。頭をつついていいんすか。ああ。羽で頬面をはたいてもいいんすか。ああ。思う存分やれ。伊蔵と多平は女学生に襲いかかった。小僧じゃなかった。まさし坊ちゃま、お前も見てないでやるんだ。僕にはできないよ。人間に戻りたくないのか。これは長老を倒すための計画なんだ。お前もやるんだ。まさしは仕方なく伊蔵の言葉に従い女学生を襲った。多平、もうこのくらいでいいだろう。女学生たちは泣き叫びながら逃げ去った。まさしはしょんぼりと悲しげにうずくまっていた。そんなにしょげるな。俺だってこんなことはしたくないんだ。でも長老を陥れるためには仕方がないことなんだ。こんなことをするのはよくないよ。他に方法はないの。これ以外に何かいい方法があるか。あったら聞かせてもらおう。僕にはわからないよ。こうやって人間どもを襲えば、人間は必ずカラスを対象とする。ゴミ集積場はもっと厳重になってカラスの食い物がなくなる。そうなれば俺たちは奪った食料で食いつないで長老が退治されるのを待つ。もう間もなくお前が人間に戻れる時がやってくるんだぞ。嬉しくはないのか。長老だけじゃなく他のカラスも退治されちゃうことになるよね。カラスを殺そうとしたお前がカラスの心配をするとは、ぬれは愉快だ。ボス、
何がおかしいんです？だへ、お前も笑え。笑っていいんですか？今は許す。カラスを目の敵にしていたまさしお坊ちゃまがだ、今はカラスの心配をするようになったんだ。ボス、それがどうしておかしいんです？あ、開いた。お、また獲物がやってきたぞ。あ、ママだ。電線から舞い降りようとしたマサシを伊蔵が抑えた。伊蔵と太平はマサシのママを襲おうというのか。次回、カラスの子、お楽しみに。ただいまの出演、滝沢マサシ、小林美恵、伊蔵、田中翔一、田平、浅田直也、さなえ、鈴木静子、純子、小林美恵、杉山、荻野幸子、川田、矢田忠介、若井、淀里江、大垣、森島優希、母親、道園真理子、ナレーター、矢田忠介、以上の皆さんでお送りいたしました。